何星雲は SN1054 によるパルサー星雲である。地球から約6500光年の位置にある。近地球超新星は地球の生物圏に影響を及ぼすほど近くで起こった超新星爆発である。平均すると地球から10%以内の超新星爆発は2億4000万年ごとに起こっている。超新星が 地球型惑星に与える有害な影響のほとんどはガンマ線によるものである。地球の場合、ガンマ線は大気上層で光化学反応を起こし、窒素分子を窒素酸化物に変換してオゾン層を破壊し、地表は有害な太陽光や宇宙船にさらされる。植物プランクトンや植物の葉が特に影響を受け、海の食物連鎖の基礎が激減することになる。 近地球超新星の影響に関する研究は、通型超新星となる地球近傍の大質量の構成について行われることが多い。太陽から数百光年以内のいくつかの明るい構成は、早ければここ数千年以内に超新星爆発を起こす候補である。一つの例は、地球から約640光年離れている赤色巨星ベテルギウスである。 しかし、このような予測可能な超新星は見かけが派手な割に地球に対する影響がほとんどないと考えられている。近年の推定では、通型超新星爆発が地球のゾン層の半分を破壊するためには8%以内で起こる必要があると予測されている。このような推定のほとんどは大気モデルによるもので、 大マゼラン雲で起こった通型超新星 ASN1987A からの基地の放射のみを考慮に入れたものである。地球から10%以内での超新星の発生頻度の推定は、10億年に0.05から0.5回から10回と幅がある。超新星は銀河の過剰腕の部分に集中し、オリオン腕に入りつつある太陽の近傍では、 超新星爆発は1000万年以内の間隔で発生すると考える研究者もいる。ジェラルズらによる比較的最近の論文では10億年あたり10パーセク以内での超新星爆発の起こる頻度を3回としている。距離 D 以内での頻度は D の値が小さい場合は D3 に比例するが銀河円盤の有限な厚さのため D の値が大きくなると D2 に比例するようになる。比較的近傍での超新星の例には、ホザのガム星雲や、双子座のゲミンガがある。イヤ型超新星は、地球近傍で発生した場合、潜在的に最も危険であると考えられている。イヤ型超新星は、暗く特徴のない白色矮星で発生するため、予測することができない。ある理論では、 10%パーセク以内で発生する嫌型超新星は地球に影響を与えるとされる。最も近い候補はペガススザーエ形成である。しかし現在ではそれが脅威となる頃には太陽系からの距離は安全な範囲に離れていると予測されている。寿命の短い放射性同位体の娘、生成物からの証拠は近地球超新星が約45億年前の 太陽系の化学蘇生を決定し、さらに形成の引き金にもなっていることを示している。究極的には、重本その超新星元素合成が地球上の生命の存在を可能にしている。1996年、イリノイ大学アーバナシャンペーン校の天文学者は、過去の超新星の痕跡が地球上で地層中の金属同位体の形で検出できると理論化した。その後、 ミュンヘン工科大学の研究者によって、太平洋の深海の岩から鉄60の豊富な層が発見された。表面の2センチメートルの近く中に23個の鉄道遺体原子が発見され、これらはここ1300万年以内のものであるとされた。この場所にこれほどの鉄60を作るためには、太陽系の非常に近くで500万年以内に発生したはずだと考えられている。 これほど近くで発生した超新星爆発は大量絶滅を引き起こしたはずである。鉄の量は超新星は30%パーセク以内で発生したことを示している。一方、この論文の著者はある程度小さい値 D に対して D 以内の距離で超新星が発生する頻度は10億年あたり約3であると予測し、500万年以内に30、 パーセク以内で超新星が発生する確率は約5%だと見積もっている。また彼らは銀河系のオリオン腕に入りつつあることによって、この確率はより高くなり得る可能性を指摘している。エイドリアン・エル・メロットらは危険なほど近い超新星からのガンマ線バーストは10億年あたり2回以上発生し、地上の海生生物の60%以上が滅んだ。 オルドビスキの大絶滅の原因となったと推測している。1998年、ガム星雲のほぼ全面に超新星残骸、ベラジュニアが発見された。ここからのチタン44の崩壊によるガンマ線が独立に発見され、かなり最近爆発したものであることが示されたが、これに関する歴史的な記録は存在しない。ガンマ線と X 線の竜束は超新星が、 比較的近くで発生したことを示す。200%パーセク以内の超新星は10万年に一度以下の頻度と推測されているため、もしそうであれば、これは驚くべき出来事である。2009年、西暦1006年、1054年、1060年の基地の超新星に相当する深さの南極の表彰コアから、小酸塩が発見された。この小酸塩は超新星により形成された。 窒素酸化物に由来するものであると考えられる。この技術により数千年前の超新星の痕跡を検出することが可能である。ありがとうございます。